1>, 1動物園どうでしたか楽しかったですパンダが可愛かったです私は猿が良かったですああ猿も可愛かったですねまた行きたいです 2. 2今日の展覧会どうでしたかうーんちょっと難しかったです ああ、現代の作品はね。よくわかりませんでした。3。プロレスどうでしたか初めてでしたけど、とても面白かったです。そうですか。それはよかったです。ほんと、すごかったです。また見たいです。4。 映画、よかったですね。感動しました。本当に素晴らしかったです。じゃあ、また行きましょう。今度は、ホラー映画を見に行きましょう。ええー、?1。どこで日本語を勉強しましたか日本語学校で勉強しました。どれぐらい勉強しましたか 一年ぐらいですそうですか2日本語上手ねいえ、まだまだですどこで勉強したのアニメで勉強しました日本のアニメをたくさん見ましたへえ3日本語できますかはい 少しどこで勉強しましたか高校で2年間勉強しましたそうですか4どこで日本語を勉強しましたか自分で勉強しました自分ではい、本で勉強しましたすごいですねいえ、そんなことないです 一、日本語の勉強はどうですか大変です。ああ<ー>。日本語は文字が難しいです。そうですか。でも、ひらがなは好きです。かわいいですから。二、日本語の勉強はどうですかとても面白いです。難しくないですか 読むのは少し難しいです。でも会話は得意です。そうですか。3. 日本語の勉強はどうですか難しくないですか大丈夫です。難しくないです。そうですか。日本語は文法が簡単です。モンゴル語と似ていますから。 でも、話すのが大変です。そうなんですか。日本語の勉強はどうですかまあまあです。まあまあ私は日本語の発音が苦手です。ベトナム語と全然違いますから。そうなんですか。でも、漢字は面白いです。たくさん覚えたいです。 そうですか一。あのすみませんはい何ですかこの漢字がわかりません読み方を教えてもらえませんかこれですか伊藤ですああ伊藤さんですねありがとうございます二。2> 2あのすみません はい。私のメール、日本語をチェックしてもらえませんかちょっと自信がありません。いいですよ。えー、っと。3>, 3。すみません。この書類の書き方がよくわかりません。もう一度説明してもらえませんかえーっと、これはですね。 4すみませんはいそれ新しい教科書ですかそうですよちょっと見せてもらえませんかどうぞ 1> 1すみませんはい日本語教室に参加したいんですがいつありますか日本語教室ですね 水曜日の教室と土曜日の教室があります。何時からですか水曜日は夜の7時から8時半。土曜日は朝の10時から11時半です。じゃあ夜のクラスがいいです。<に>すみません。合気道をやってみたいんですが。ああ。 合気道教室ですねまだ空いていますか大丈夫ですよえっと合気道の服は必要ですか服ですか最初は T シャツでも大丈夫ですよあとは先生に聞いてください三。<ん>すみませんこの料理教室に参加したいんですが 料理教室ですね。少々お待ちください。ああ。金曜日のクラスはもういっぱいです。木曜日のクラスでもいいですか。はい。大丈夫です。あの。いくらですか。一回八百円払ってください。四。すみません。 私は書道に興味があります書道教室に参加してみたいんですが体験教室ですかそれとも毎週のコースですか体験教室ですいつありますか次は5月14日の日曜日ですそうですか道具は必要ですか全部こちらで用意しますから大丈夫ですよ